どうも、はじまきよしろうですってね。まあ、多分お母さんもう少しで帰ってくるかもしれないから、ほんの一瞬雑談できるかな。まあ、いてて。いて。歯磨きしました。で、歯磨き30分しました。じゃらーん、旧式の J コーラ、歯磨き30分して速攻でペプシコーラ飲む男ということでよろしくお願いします。うまい。歯磨きしたら歯痛くない。やっぱ歯磨きした方がいいわ。あ、痛っ。ふざけんな、ふざけんなよ。ということでね、いや、歯磨き最高だった。31分くらいやっちゃいました。ね。おかしいでしょ、31分するのって。毎日30分やろう。30分やって1分歯磨きするだけで500円もらえたら、俺は1日で毎日2回やるわけじゃん。したら3万円。ベリーグーで90万、年1000万稼げるか。でも手取りは1000万来ないだろうな。手取り1000万来るのに2000万稼がなきゃいけないの何？税金何？いや、1000万もらうためには2000万円分働かなければいけない。何それ。でもひどいよな。法人にしないとさ、 YouTuber って税金1億余分にぶん取られちゃうんだよ。死活問題じゃん、そんなん。はじめ社長絶対法人事務所作った方がいいよな。うん、それ悪いことじゃないんだよ。絶対悪いことじゃないからな。うん、いて。めっちゃブツブツ。首も。こんなんやったら多分、絶対首に良くないよね。首コリコリやってさ。コリコリ音鳴ってる時点でちょっとおかしいじゃん。コリコリマッサージってあるからいいのかな。でもあれは、マッサージ店で受けてる。あ、頭痛してきた。コリコリしたから。絶対やらない方が良かったって言って、まだやろうとするって。いいこと何一つないな。夜さん、あとはクリアデンタルフロスで歯の間をやるだけ。それやんないと歯磨きやってる意味ないらしいね。歯の隙間で虫歯菌がさ増殖しちゃうわけだからさ。つらい夜さ、いつまでも辛い夜さ、辛い夜さ、いつまでも無の無なね、離れていてもトルララルルル、トルララルルル。あんま足とか上げたくないな。やっぱ歯の間がね、ちょっと汚いね。早く買わなきゃな。いいて。
痛えんだお腰痛え。久しぶりに立って喋るか。じゃあ立って喋るんで、立って喋るの準備雑談、歯磨きに30分かけた後速攻でペプシコーラ飲む、飲む&立って喋る準備雑談でした。